これはいけてるかな。いけてますね。はい、皆さんこんにちは。成田から、韓国インチョン経由で、12時間半のフライト、ようやくエチオピアに到着しました。いや、さすがに長いフライトでした。今ですね、さっきサムネイルに使った写真、これエチオピアのアジサベバが見えるこの僕の目の前にガラスがあるんですけど、スタンスのゴールドラウンジでちょっと休憩しています。これから11時半だったかな、次のフライトに乗ります。今次のフライト待ちです。いやしかし、なんとかかんとか、エチオピアまで来れてよかったです。いやもう、なんかあんまり詳しくお話しすることじゃないんですけど、なんせ、日本の出国にちょっと手間取って、もう早めに行ったにもかかわらず、もうなんかボーディングタイムギリギリみたいな。まあそれでもまあ出国できてよかったってところです。てか出国できてよかったって日本人が言う言葉じゃないと思うんだよね。エチオピアはもうほとんど初めてですね。昔一瞬だけトランジットで夜のエチオピア見たことあるんですけど、このしっかり降り立つのは初めてですし、昼のエチオピアの風景を見るのも初めてです。上から見て、まあ、大地茶色いけどちょいちょい緑があって、大きな湖もあって、なんかこの空港の周り、街は結構でかい感じ。なんか原爆ドームみたいな、ちょっと壊れたようなドームがあるのが不思議。建て替え中のビルなんですかね。いやいや、まあ、とりあえずようやく一息です。もうラウンジにいろいろ食事あるんだけど、もう全然食事する気分でもなくて、日本からインチョンに行く間に、夕食が出て、でインチョンからこのアジサーバーに来る前にまた夕食が出て、で朝朝食あったかいワッフルも出て、もう12時間半の間寝るか食べるかみたいな。まあでも機内食まあまあ悪くなかったです。アジスからこんな感じですね。アジスからじゃないわ、インチョンからアジスがその夕食、その前がチキンだったんで、フィッシュお願いしようかなと思って、アテンダントの人がフィッシュをチキンって来てるから、フィッシュって言おうと思ったらもうすでにフィッシュ売り切れでチキンしかないっていう。まあその辺もなんかね、このエチオピアン航空なのかなと思ったけど、まあまあしょうがない、チキンでって言ってチキン食べたら、全然マッシュポテトが入って、日本から食べた時とチキンとはよりも美味しいかな。日本からインチョンの時はちょっと甘い味で、僕にはちょっと甘すぎる味かなと思ったんですけど、まあ、そんなそこそこ美味しく食べてて、まあまあ仕方がないって諦めてたら、CA の人が再び来て、なんかフィッシュありそうだけど食べるって言うから、じゃあ火をお願いしますって言ってお願いしたら、なんかエビご飯が来て、プリプリのエビが入ってるご飯が来て、まあまあそれもそれもまたありがたいかなと。でもさすがにメインディッシュのチキンを半分ぐらい食べてたんで、全部食べきれなかったですけど、まあちょっとどのくらいの値段かあまり分かんないですけど、エチオピア航空は全然使えると思いましたね。インチョンまでのフライトで
飲み物って聞かれてビールって言ったら今ないから後で持ってくるって言って永遠に持ってこなくてCA の人忘れててギャレーに行ってすまんちょっと飲み物待ってんだけどもしビールなかったら水だけでもくれって言って、ね、何も飲み物なしで半分ぐらいご飯食べたらまあもう全然ビールくれてビールがどうネザンランドって書いてあったかな、なんか見たことない缶ビールでしたけど。いやーなんかコロナで本当に3年間全然日本から出てなかったんで、なんかやっぱ海外出るとちょっと新鮮ですね。やっぱその日本でコロナで仕事もなくなって、家にこもる時間も多くて、本当撮影も減ってて、ようやく去年ぐらいから復活したところなんですけど、でもそれでもやっぱりそのなんかコロナ前に比べるとなんか人と会う機会も少なくなって、いやなんかひょんな物忘れしたり意外とミスが多くなるっていう、でもまあこうやって海外来るとやっぱりピリッとしますよね。まあ、とにかくやらかすのはパスポートも絶対なんで、パスポートはダメで、あとこういうとこね、携帯そこら辺にパッと置いて、だって見るからこそそこら辺に置いちゃう。で、なんか時間に焦るとこう忘れちゃったりするんで、その物を忘れないようにちゃんと気をつけることを気をつける。でもこのもし何かあっても日本だとなんとかなっちゃうんで、でもこのなんとかならない海外の方がピリッとできて良いのかなって気がします。まあまあもう日本出ちゃったんでね、まあ、今更もうこれ以上この隠すこともないんで、今僕はエチオピアの、アジサババ空港にいて、次のフライトルワンダ行きのフライトを待ってます。ルワンダを取材する予定です。まあ、ルワンダからもね、またこうやって現地の情報を、まあ、今までだったらブログ書いたり、まあ、ブログがメインですよね。YouTube もあんまりやってなかったんで、まあ、現地からそのリアルタイムでこのできるだけ、ルワンダの状況を伝えたいなって思ってます。まあ、もちろんその帰ってきてね、テレビとかいろいろやりたいなと思ってるんですけど、まあ、その生の感じ、リアルタイムでのそのルワンダを、まあ、皆さんにお届けできたらいいなっていうふうに思ってます。日本は15時17分、まあ、皆さんちょうどお昼休みだかどうだか、でもお仕事で忙しいぐらいの時間ですかね。こちらは今9時17分、6時間ですかね、時差が。この時差間違えるとのね、ちゃんとこれ時計のせ、もうなんか長年使ってなくて、こいつの現地時間の設定の仕方も忘れちゃったんだけど、このね、時間を間違えてその乗り継ぎのフライトに乗れないとシャレにならないんで、さっきもここにいる、係の人にローカルタイムを教えてくれって言って、自分の携帯は多分これ Wi-Fi 拾った瞬間にこれ現地の時間になるんですかね。現地の時間9時18分間違ってないよな、9時18分になってたんで、まあ、それが正しいかどうか、ここのラウンジの係の人に聞いて、せっかくなんでちょっとルワンダじゃないわ、ここはまだエチオピア、こんな感じです、エチオピアの風景。なんかかっこいいガラス窓があって、このラウンジからここか、でもこれ空港前のゲートって感じですね。こんな感じで、エチオピアの風景が見れるラウンジにいます。これ今まだ9時で10ボーディングタイムが10時45分って書いてあったら、まだまだ時間あるんでシャワーでも浴びてやろうかなみたいに思ってます。ラウンジの中こんな感じで、この壁の飾りとかがですね、ちょっとやっぱりルワンダじゃないや、エチオピアっぽい、なんか綺麗な模様で、なんかあんなコースターがあったら欲しいなって思うような、そんな感じです。
よいしょ。まあ、ラウンジの中はそんな混んでないですけど、外はもう8時台、9時台めっちゃ混んでます。なんか、甘いコーヒーぐらい、甘いコーヒーじゃない、甘いスイーツとコーヒーぐらいいただこうかな。とりあえずは、エチオピアからライブでお届けしました。これ多分後で皆さんゆっくり見れるかなって感じです。ぜひ見てください。次またどっかから、てか、どっかじゃないよね。ルワンダからライブします。